琵琶湖博物館に来ました。琵琶湖博物館今どこ、これ現在地がここ南口から入ってにゃうにゃうと玄関で、そこ本館、はい、歩くのめんどくさいから、じゃあ水川さん飛んで向こうまで飛んでや、はい、せーの、ういまず1階から行ってみようか。さあこっからやな。来た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 。そいつは、うん、そうそう、細いの。よし、もう顔ドアップやけど、ちょっと可愛いけど、琵琶湖の主やもんな。お、なんかここじゃねのような気する。でこれ回すこう来ると、来るとこうが見え、あ、見えた見えた、これじゃね、これだ。すっげえ。これ普通に1メートル20センチぐらいあるやつよね、多分。どこにいてる？こんなんがいるんやな。うん。潜ってんのかな。かもしれない。あ、おった。こんなん想像してていいやん、私。あ、これな。うん。おった。ほんまや、おった。何センチぐらい？このぐらい。15センチぐらい、うん、なんかちっちゃいのイメージ取ってんけど、こんなのイメージしてんけど、めっちゃ目を凝らした、めっちゃでかいのなあ、無理そうんちゃう、いないな、うん。でかすぎひんやね、一番奥。でかすぎる、あれ超ダメやな。うん。え、あれが180センチぐらいあるんじゃん。だからもっとあるて。あるかな。ど？あるある、絶対絶対ある、絶対ある。どこに転がったんねんてな。どこにてる。で、こいつ。こいつこいつ。おお。あれでかいね。でかっ。これ3メーター以上あると思う。あるよね。さっき見たの、コウクリの子やってるな。来た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 、これ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 よ、これ転がるよ、転がるよ、うん。いや、手伸ばしても一緒ぐらい。手伸ばしたら多分180、2メーターぐらいやろ。2メーターぐらいあるよね。あれ2メーター超えやわ、多分。2メーター超えはすごいな。うわ、すごいな、すごいな、でかいなぁ。あれ、あれ欲しいな。これも大きいけど、これも大きい。
はい、そうです。でっかいな。やっぱりミクロの世界、ちょっとちっこいな。ミクロ。カニミジンコや。ノロ。日本で一番大きなミジンコ。そう。ん？これ。でっかいな。確かに。これじゃないからこれ飾りオブジェやから確かにでっかいなディスカバリールームディスカバリールーム。ただいまニュースできます。それなんか潜れんの。サミがブレーキ。お押してもらうと、お、すごい。いや、もう左側になってるけど。2階は？琵琶湖何が見えるかってことやんな。あ、足跡の化石。暮らしの歴史やってよ。発掘された竜、ほら。マジで。ほら。お、すげえ。釣られてる竜とか言ってる。あ、そういうことな。ハンターやね。うなぎ取りに来てるってことやね。今日のおかずはうなぎだ。今日のおかずはうなぎだよみたいな顔して。今日のおかずはうなぎだよ。いい感じ、いい感じ。いい感じ、いい感じ。琵琶湖の浜じゃないんや。お前、琵琶湖の浜だったら。なあ。あ、違う違う、これはあれや。あ、これは？うん、こっちや。これ山椒魚やろ。山椒魚やな。あ、お前や。琵琶湖の浜って書いてる。うん。ちっちゃいな。ちっちゃいな。ディスカバリー七不思やな、うん、でかこれに日本の七不思やろ。インドネシアはでかいよな。うわ、そんなん飛んできた。ちょっと、うん、引くわ引くわ。ずーっと来て、ずんどこ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 と来ると、あ、いたいた水釜さん発見これよね。初めて水釜さん、ね、水釜きりだ。七不思とはあんま区別つかへんけど、不思がないもんな、うん。連れて行くよ。カメムシか。カメムシ。カメムシ一回。ピンポイント。もうちょっとカメラの真ん中に行ってもらおうかな。なんかポーズして。何が出てるの。
おお。いや昔はプール泳いでたからな。泳いでたよね、一緒に。一緒泳いでた。七星やったかもしれんけど。うん。それで4と1と4と。これほんまや。なんか噂によると裏メニューでブラックバスとかでいるらしい。行ってみようか。うん。まあこれは船寿司食べたこと初めて。来年初めて。滋賀県の名産品やから。おおお、食べてみて。おお、なんか中抜けてもうた。え、何、難しい感じ。え、なに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 。ごめんごめん、なんか絵面悪くて。あ、酸っぱい。あ、酸っぱい。あ、酸っぱい。酸っぱいよ。これは船寿司。え、何が酸っぱいんやろ、これ。何やろ。あの、米ぬか、周りのやつが米ぬかかなんかやろ。うん。で、うん、これが卵やんな。卵、うん、これが普通の魚の身。船やな。うん、うん、臭いって聞いてたけど、臭さはあんまりない。うん、でも酸っぱさ、めちゃめちゃ酸っぱい。懐かしい味、食べてみて。船寿司何年ぶりやろ。慣れてはるな、慣れてはるな。うん、懐かしい、懐かしいの。あ、そう、懐かしい味。あ、こんな感じの味。あ、うん、こっちの方が食べやすくなってる。そうなの。え、何、食べやすいっていうのは臭みが少ないとかそういう系。うんうん、酸っぱかった。うん、でも、うん、美味しかったよ。